はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望小生録パープキット続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、西は姫路方面、丹波から備中にかけて、で東は信濃を攻略して甲斐へと進行したんですが、つつじヶ崎館、武田の本拠地になってるんですが、ここが思いのほか固くでかく強く、かつ兵士も多くですね、武将の質量ともに豊富で、返り討ちになってしまったという不甲斐ない状況をお伝えすることになってしまったんですが、今回はそれをね、反省として大軍勢をもってつつじヶ崎館を包囲せんということで向かっています。ご覧の通りかなりの軍勢を繰り出しています。なのでこれをもってなんとかね、つつじヶ崎館を落としていきたいと思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。で、ここに武田義信隊が出ているので、これをですね、信長の本隊で迎撃しようという作戦と、あと実は上杉とですね、同盟を結びました。なので、上杉家とは現在は同盟が17ヶ月残っているという状況なので、本当に不可思議が脅威にさらされることなくと、武田攻めに専念できるかなというところですね。では早速なんですが、慶喜の部隊を迎撃しましょう。お、強いな。おっと、ここで。どうやら誰かが来たようなんですが、おそらく荷物だと思うので、宅配ボックスにしまってもらいましょう。これで武田義信、強力な武田義信を排除できたので、大きいですね。僕の住んでるマンションは、1階に宅配ボックスがかなりの量、マンション自体がかなり大きいので、1階に宅配ボックスが大量にあるんで、そこに入れてもらう形にいつもしてるんですけど、多分ね、業者さんも、この上の階の方までわざわざ登ってくるよりも、下の宅配ボックスに入れる方が多分楽なんじゃないかなと思いますね。かつかなり大きいんで、多分同時に何個も何個も配達をしてると思うんで、そういう意味では、きっと、みんな、宅配ボックスに入れてもらう方が業者さんも嬉しいでしょうね、きっと。お、ここすごいな、街ばっかだな。ここは伊達領ですかね。かなり整備されてるな。きっと戦があまりなかったんだろうな。で、ちょっとお話の中ですっ飛ばしちゃいましたが、岡山城を攻略しましたね。お、刑事が入ってるね。そしたら次どこを攻めるかっていうのをちょっと考えましょうか。まずは三村家の福山城か。武将は2人、なんかあっという間に落とせそうな気配もあるけど、ちょっとどうなんだろう。他どっかと大名同士で同盟結んでたりすると厄介ですからね。特に毛利とかがね、後ろにいたりするとかなり厄介なんですが、三村の福山城を攻めるか、赤松の津山城を攻めるか。ちなみに赤松はというと、範房がいますが、武将の数はやっぱり多いですね。で、ここには、官兵衛、太平、直家、この辺りが詰めてるわけだな。さらに一徹に長政、この辺りを取り返すっていう方がなんか理にかなってるな。では津山城攻めに入っていきましょう。で、それに合わせて姫路とかもね、攻撃目標を津山城へと変えていきましょう。ここで津山城まで落とせば、一応官兵衛は配下には
加わってくれるのかなっていう可能性がね、出てきますからね。で、5章はおそらく攻撃目標は土ヶ崎館になってるね。よし、じゃあこれでいいでしょう。で、肝心の土ヶ崎館の状況の前にここは、あ、岩出山ね。やっぱり伊達の岩出山か。いやー、かなり金銭溜め込んでますね、兵糧も含め。まあ、それはそれとしてだ。問題はこっちですね。まあ、信長を北方面から進出させましょう。おお、城もだいぶ取り囲みつつあるなという状況ですね。さあ、これで4方向全部囲んだのかな。で、続いてさらに4方向囲めるように軍勢を先に進めておきましょう。もう包囲している状態なので、敵の軍がここから打って出てくるってことはできないはずなので、先に軍をねゴリゴリ進めちゃいましょう。まあ、武田の命運もいよいよ尽きようかというところまで追い込んではきたな。まあ、前回のね、その土ヶ崎館攻めはかなりの消耗戦に持ち込んでしまいましたというか、持ち込まれてしまいましたというか、消耗戦で敵をすり減らせるしか方法がなかったんですが、まあ、ようやくそれが功を奏してきたという感じですかね。兵糧はちなみにまだまだいっぱい持ってるでいいのかな。1年分全く問題ないね。そうするとだ、ぐるりぐるりと取り囲んでしまいたいので、で、勝手に攻撃を始めるんで、行動済みにしちゃいましょう。次のターンあたりでまず第1陣を城攻めに取り掛からせましょうか。で、その後第2陣、第3陣ぐらいまではおそらくクリアせるんじゃないかなと思いますんで、まあ、しっかりしっかり進めていきましょう。もう一ターン待った方がいいかな、そうするとね。行動済みにしとかないとね、単独で攻撃を仕掛けたりし始めるんで、これでいいでしょう。ちょっとね、小さいかもしれないですけど、今みたいに宅配ボックスに入れてくれると、荷物に宅配ボックスが届いてますよっていうのを知らせてくれるんですよね、自動で。なので、まあ後で、ちょっと取りに行きましょう。それは、
でだ。肝心のツツジヶ崎館の防御力は兵士は5000か、兵糧も4000。うん、じゃあちょっと第一陣ということで攻撃を仕掛けてみましょうか。まあ、ここがねしっかり1回で攻撃できれば攻略できれば一番いいんですけどね。さすがにご覧の通りかなり硬いんですよね。すり減らされるね、軍勢がね。敵の櫓をやっぱ叩いた方がいいのかな。本当に硬いね。清正の部隊も中に入り込んでるので、ここは一気一気に進んでほしいけど、硬い硬い。ただ本丸にまで突入したのは早い。ここまでは早いね、本丸突入までは。ただこの先がちょっと続かないのかな。お、落としたか。いやー早かったですね。全然全然。勝頼信繁、まあ、ほぼほぼ全員捕らえたな。さすがに武田と名の付くものは生かしてはおけないので罰しましょうか。勝頼、まあ戦闘89はさすがさすがですよね。武田信玄の四男、まあなので四郎勝頼って呼ばれてたらしいですよね。父の死後当主となると。強弁策を持って領国を広げる。長篠合戦での大敗が元で家臣団組織が瓦解。武田、織田軍に敗れ甲斐天目山で自害ということで、まあ、実は信玄の時よりも勝頼の時の方が領土自体はでかかったみたいですよね。まあ、領土がでかければそれでいいのかっていうのはもちろんあるんですが。で、信繁、これは信玄の弟ですね。強いんじゃないかな。やっぱ強いね。戦闘、政治、地望ともに長けてる感じだな。信玄の弟、文武に優れ人望も高く、兄の副将として活躍。そうなんですよ。川中島の戦いで信玄を守るために死んでますからね。まあ、ここでは生き残っていたというところなんですが、ここで織田軍の前に斬首。信門ですね。信門も能力はきっと高い。ああそうでもないですね。信門、政治65、戦闘53というところで、年が51、宿老扱いか。信門もね、もうちょっと強くてもいいかなという感じはしますけどね。であとは信豊ですね。信豊は戦闘向きの武将ですかね。政治56、戦闘70というところです。信繁の子、川中島で父が戦死するとその後を継ぐということです。内藤は、まあ、登用しましょうか。宿老でしょう。うん、まあ政治82、戦闘74は、まあ、惜しむべき存在ですからね。武田四天王の一人と四名神の一人ということになっています。ですは頼忠、まあ、諏訪頼忠に関しては政治向きかな。68というところですね。頼重のいとこ、信玄の配下として諏訪大社の大衆に就任ということになっています。まあ、ここも登用していきましょう。この辺りも登用でいいかな。信繁も登用、里見も登用しましょう。秋山は能力は、ああやっぱり高いよね。
80、71、77。ここは強い。武田軍の猛牛と称されたほどの猛将ですね。じゃこれは雇い入れましょう。おっと、秋山はダメか。うん、じゃあ潔く斬首しましょう。山形正影か。正影は欲しいな。戦闘91ですもんね。四天王の一人ですよ。これは強い。欲しいけど、うん、まあそうだよね、まあ、四天王ですからね、そう簡単にはなびかないか。いやいや、だいぶ武将の数がこれで補充されてきたかな。朝比奈、あとは太田ですね。ただ太田は入ってくれないか。まああとは秀長、まあ秀長はもちろんね、戻しましょう。元信も含めて。これで、まあ、一応最大半と目標であった信濃海までは一応攻略ができたかなというところにはなりますね。まあ、なかなか苦労はもちろんしましたが、ここまで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、しっかりプレーはしてきたんじゃないかなとは思うんですが、まあ、一部ねもちろん不甲斐ない転倒も多々あったとは思うんですけども、まあ、小勢力に関して言うと特に序盤ですね、城の数がないとなかなか領土を広げるのも難しいかなというところがあって、序盤特に城攻め、PS ビータ版というか PSP とかでプレイしてた時に比べて少しやっぱりその城攻めがね得意性があるかなというところもあって苦戦をしてしまいましたが、まあ、後半はね、まあ、そこは委任するという、まあ、ちょっと逃げてんじゃないかっていう話もあるんですけどね、まあ、そのあたりはしっかり割とできたんじゃないかなと思います。じゃあカクカクをいろんな方面に配置していきましょう。まあ、一応プレイ自体はねこれで終わりにして、実況プレイという意味ではこれで一旦終わりにしていこうかなというふうに思ってはいるんですが、個人的にはねこの小勢力本当にコツコツやるのが好きな僕としてはかなり面白く楽しめたので、まあ裏でねコツコツまた少しずつプレイの方はしていこうかなと思ってるんですけども、とはいえ、実況プレイの方もねしっかりやっていかなきゃいけないかなというところで、一応信長の野望に関しては今戦国立志伝、まあ、現状の最新シリーズである戦国立志伝の方は、まあ、引き続きプレイの方頑張らせていただいていて、あとはですね信長の野望の過去作品全部やろうチャレンジに関してはこの後はこの小生録の後に出ている烈風伝、こちらの方をねプレイしていければいいかなと思ってまして、今準備の方を進めています。で烈風伝はですねPS ビータでプレイをしようと思ってます。Steam 版でね出ていれば Steam でやろうかなと思ってたんですけども、残念ながらちょっと Steam 版で、リリースがなさそうなので、PS ビータでプレイをしようかなと思って、PS ビータ版は購入済みです。PSP 版かな、厳密に言うと PSP 版のものを PS ビータでプレイするということで、購入済みなんですが、肝心の PS ビータをですね今ミカミックスの方に貸しているので、ちょっとミカミックスからですね PS ビータを受領し次第、レプーデンの方のプレイを開始していきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんにはそちらの方も応援をしていただけたら嬉しいなというふうに思っています。さあでは最後に各国の状況を見ておきましょうか。まず九州は島津ですね。まあここはかなり大きいかなと。まあ3つの国ですけどやっぱり武将のね質が高いですからね。あと毛利が6カ国領有と。でそれに続いて、北条、これが4つで上杉が6つで伊達が3つと
という状況になっています。で、浅井はですね、鳥取、武部山、小谷と領有していて、一条谷も鈴木家に取られているという状況になってますね。で、四国方面では長宗我部が、まあ、2カ国領有というところになっています。はい、というわけで、信長の野望小勢力パワーアップキットいかがでしたでしょうか。一応信長の野望小勢力に関しては一旦ここで実況プレイ自体は終了をさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。